こんにちは、カンヌです。今日もですね、オリジナルの手ぬぐいを作ろうと思っているあなたに向けたワンポイントアドバイス、これをですね、していきたいと思います。今日はですね、このオリジナル手ぬぐいをですね、安い価格で作る方法ということでね、一番まあ大事な話なんですけども、やっぱりね、これもデザインによるんですよね、実を言いますと。でデザインによって安くできたりとか、高くなっちゃったりということもあるんですけども、まあ、一般的に作り方としては、プリントの方が安くできると思います。本染めで作ることも全然問題なくて、できるんですよ。ロットも少なく作ることも可能なんですけども、やっぱり基本的にはプリントの方が安く作れます。で、ぜひね、この辺っていうのがやっぱりちょっと微妙なところで、細い線なんかでしたらね、プリントの方が向いてるんですけども、やっぱり本染めだったら2ミリの線はなかったら嫌ですよとかね、まあ、いろんなその制約、デザインの制約事項があったりするんですけども、価格だけで話をするとやっぱりプリントの方が安くできます。ですからね、この辺一度まあ、本染めでもできないデザインのものもないわけではないのでですね、ぜひ一度ですね、その辺どちらがいいっていうのをぶっちゃけてお話しいただいて、その中で一番いい方法を選んでもらうっていうのが一番いい方法やと思います。ぜひね、一度ご相談してみてください。よろしくお願いいたします。